アイブンコ朗読ポッド、今回は、この間開催しました、現代朗読基礎コースの第8回目の模様を、抜粋してお送りしたいと思います。大体どんなことをやってるのかというのが、分かると思います。この基礎コースはですね、全10回の、シリーズでして、来年は1月18日からまた新しくスタートします。興味のある方はぜひ、お問い合わせあるいは、ブログの方をご覧ください。じゃあ、まあ、では、首の周りのストレッチからいきましょう。社格キングのストレッチからいきましょうなんかいきなり専門用語しゃべりです。自分の手の重さだけでじわっと伸びていく感覚を味わってください。足の裏も意識して呼吸を忘れないで、足の裏と自分の呼吸をちゃんと掴んで離さないまま伸びていくところを観察します。まず吐き切っていきます。一定の速度で、10カウントで吐き切ってください。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、完全に吐き切ってください。しっかりと、はい、そこから吸っていきます。鼻から吸っていってください。1、2、今度右肺いきましょうか。右の肺わかる？右脇腹を開けてください。この右脇腹ラインをちょっと広く取ってください。ちょっと傾けてもらって、左側にね、左側に体傾けるとこっちが広くなります。そこを伸び縮みさせます。はい、まず吐いていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、吐き切ってください。体縮まってると思うよ。だんだん伸ばしていきます。1、吸ってきます。2、3、下の方から上に向かって息を入れてくる。いいですか。自分が立っているここにある存在と声を出す、読む、声を読むということ、これ全部一つ流れにしたいんです。はい、で自分の体を緻密に観察しながらやります。足の裏から頭のてっぺんまであります。手の指先まで全部自分の体を感じながら、はい、いきます。せーの。夢見たものは一つの幸福、ね、願ったものは一つの愛、日傘を差した田舎の娘らが光って歌っている。で、私たちやりたいのはこのひねるという動作と読むという動作とね、体が動いている、これ全部一つの動作でやりたいんですよ。読んでいる動作とこう動いている動作と別々にやりたくないわけ。難しいです。これもちょっと口で言うの難しいの。やってもらうしかないです。はい、いきますよ。せーの。夢見たものは一つの幸福、願ったものは一つの愛、山並みの足裏にも静かな村がある、明るい日曜日の青い空がある。ああ、いいな、せいせいするな、風が吹くし、農具はピカピカ光っているし、山はぼんやり、関係だって頑丈だって、みんな時間のない頃の夢を見ているのだ。その時雲の信号はもう青白い春の金玉の空高くし、山はぼんやり、関係だって頑丈だって、みんな時間のない頃の夢を見ているのだ。その時雲の信号はもう青白い春の金玉の空高く掲げられていた、山はぼんやり、きっと四本杉には今夜はガンも降りてくる。うん、これがやっぱり一番面白いな。ちょっと戻ってください。ピカピカ光っているし、ああ、いいな、人生するの夢を見ているのだ。みんな時間のない頃の夢を見ているのだ。もう雲の信号は、ああ、いいな、せいせいするな。農具はピカピカ光っているし、山はぼんやり、信号は。